お話をいただいてから原作を読ませていただいたんですけれども、やっぱりこう自分も女性として生まれて女性として生きているので、自分の体の変化であったりとか、その今まで生きてきた中で経験してきたようなこともありましたし、なんかこういうふうな作品が世の中に出るようになったんだなっていうことも一つ素晴らしいことだなと思って、そういうのに参加させていただいて、こう世の中のきっと女性の多くの方々が経験しているであろうこととか、なんかそういうことに参加させていただけるのはすごく意義があることだなと思ったので、はい、いいなと思いました。なんかこう男性だからとか女性だからっていうよりかは、やっぱりこう男性であっても女性であってもそれぞれいろいろな生き方があって、それがやっぱりこう性別2つあるがゆえに、男だからこうしろとか女だからこうであるべきみたいなものはどうしたって割とそういう考えを持たないようにしていても、どこかで自分自身もこういう考え方してしまう時あるなとか、その当事者側だけではなくてそういう考えを持ってしまう自分みたいなものも絶対あって、でもこうきっと10年前20年前30年前といろいろなこう生き方がどんどん出ていて、それこそ女性もなんか結婚や出産っていうことだけが女性としての生き方ではないっていうような考えも広く今認知されてると思いますし、なのでそういう、こう体のことだけではなくて生き方っていう部分でもすごくこう寛容にきっとなっているんだろうなっていうふうには結構感じたりはしますね。どちらかというとこの映画が伝えたいことって、まあ、もちろんその本当にこう女性が毎月こう向き合っていることであったり、こういうこれぐらい辛いですっていうのって表せられないじゃないですか、本当人によって違うので。でもなんかこう人に対する思いやりであったりとか、その人のことを考えるであったり、自分の物差しだけで人の辛さを測らないっていうことであったりだと思うので、そういった部分大きいかなと思いますね。なんか音楽でもそうなんですけれども、出会う人によってやっぱり教えてもらうものであったりとか、でもこう幼少期からずっと聴いてて、母の影響で好きな音楽もあったり、父の影響で好きな本もあったりとかあるので、はい、いい意味でも悪い意味でも影響力のある仕事だと思うので、でもその好きになってくださった方々が自分を通して何かを知るっていうきっかけを作っていけるのは、お芝居をするっていうことだけじゃなく表に立つことの意義でもあるかなと思ってて、そういう意味では動物のことであったりとか環境の問題のことであったりとか、これからどんどん自分の口から発していきたいなっていうことはたくさんあるので、そういうことをそれを見てくださった方々と一緒に考えられるような人にはなりたいなとは思いますね。シネマトゥデイをご覧の皆さん、どうも二階堂ふみです。映画生理ちゃん、とても面白い作品となっております。男性が見ても女性が見ても共感できる部分がたくさんあると思いますので、ぜひ見ていろいろ感じていただけたらなと思います。よろしくお願いします。月一であいつは来る。ああ嫌い。大嫌い。マジ無理。やっぱ辛いわ。何のために来てんの？セリちゃん。来ちゃった。セリちゃんが来ると些細なことでイライラして、重い。だるくてとにかく眠い。大変だな女の子は。本当に大変なのは生理を理由にできないってことなんです。1年で1回でいいから男も生理になればいいのに。あーいで、こんなの初めて。あーほらまたどこかで声がする。2人はいつもセックスしてんの？お母さんが死んでまだ2年だよ。ややこしい恋しちゃったな。それはわかりません。こちとらしがない生理なもんで。ほら
ていいって。私なんかのとこに来てたって意味ないから。分かった。でもそういう体になっちゃうからね。私なんかが主役になんかなれるわけないって前から分かってた。デートしてもらえませんか。山本さんと中野ブロードウェイ行きたいんです。そろそろ自分に呪いをかけるのやめなよ、セリちゃん。来てくれないかな。カリンに所長が来たんだけど。これは何かと大変な女性たちの笑っちゃうけど愛おしい物語。セリちゃん呼んだ。せよっか、呼んでないよ。何しに来たの。確かに聞こえたよ。そういうことじゃないじゃん、そういうことじゃないじゃん。